こんにちは。目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は前回の続き。前回はですね、肝臓が疲れた時のセルフケアということでご紹介しました。今回は肝臓とサプリメントの関係についてお話しいたします。これをご覧のあなたも、もしかしたら、いろいろなサプリメントをお飲みになっているかもしれません。肝臓に対して何か影響があるのかということについてお話しいたします。サプリメントはあくまでもまあ薬ではなく健康補助食品。健康補助食品ですね。よくうちにいらしてたご年配の患者さんとかサプリメント飲んでこれを薬だ薬だっておっしゃってる方いらっしゃったんですけども、あくまでは薬じゃなくて健康補助食品です。健康を助けるためのもの。普段食べてるご飯で、足りないものを補助するものと考えてください。そしてこれ、サプリメント取ると、やっぱり肝臓に運ばれるんですよね、一回。分解していく過程で。肝臓に運ばれて、それが代謝されていきます。肝臓の化学工場としての部分で。ということですから、このサプリメント、量が多いとどうなるか。当然、量が多ければ肝臓にその分の負担がかかってしまいます。負担がかかると肝臓が疲れてしまう。ってことになります。ですから、大事なことは、サプリメント取るのは全然悪いことじゃないんですけども、摂取量を守ってください。取りすぎると、本当に肝臓に負担かかります。私も昔、ウエットトレーニングバシバシやってた頃、プロテインたくさん飲んでました。定められた量の倍ぐらい飲んでたんですけども、その時ってすごく体がだるかったんですよ。やっぱり、自分の体を過信してたんですけども、やっぱり肝臓には相当負担かかってたんで、まあそれで反省して、もうプロテイン飲みすぎないように、もう今はもう取ってないんですけども、という形にしました。取りすぎはやっぱり体に良くないです。内臓、特に肝臓に負担かかりますから、十分ご注意ください。そしてもう一点、これ、薬と飲んでいるときは取らない方がいいです。なぜかというと薬も、お腹の中入った時に分解されて、肝臓で一回解毒されて代謝されるんですけども、薬とサプリメント飲んでるとやっぱ肝臓の仕事が増えます。そうなると余計に肝臓疲れてしまいます。ですから、薬と飲んでいるとき、薬を飲んでるときはサプリメントなるべく取らない方がいいです。絶対取っちゃいけないってわけじゃないんですけども、取ると肝臓に負担はかかりやすいので、それは頭の中に入れて、飲んでみてください。ということで、今回は肝臓とサプリメントについてお話ししました。次回はですね、今度肝臓の疲れてる時にの食事のポイントなどを、お話ししていきますので、ぜひぜひ次回もご期待ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。